早くいい秒速タイム、イエーイ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 、秒速タイム、令和初じゃないかな、いや、11月初、いや、バカ2019年は初なのかもしれない、それぐらいいい勢いだった。免許証さらされるこれお前の手次第で、あの風情がバレるぞ。俺だってもうホワイトボード準備してますから絶対ないよね、絶対ないよ、ほんまでかーっていう話をちょっと今日は持ってきました。わあ、都市伝説だ。都市伝説です、今日は。都市伝説、そう、都市伝説、このスタイルでサムでもやっちゃいますか。うおー、サムでもひけらかすよ。おお、やらかしていくよ。うわ、元気出してサムってくよ。おお、サムズラさん、サブズラって、サブズラはもう誰よ。サブズラさん、サブズラさんじゃん。なんかね、いや俺もね、本当か嘘かわかんないよ、はい、わかんないけど、なんかやってたのよ、テレビで、うん、カタカナあるでしょ、うん、あれ、成人20歳以上全部書けないらしいんですよ、約4割の成人が。4割か、そう、どういうこと。いや、俺も、もうそれ見てもう、うぇー、うっそれって思って、うぇーうっそれって思って、すっごい気持ち悪いけど、4割が全書けるでしょ、絶対ね。いや俺も、いや絶対書けるやろと思ったんだけど。絶対書ける。なんだっけ、カタカナって、そもそも何お前。お前そのボケなんなの。違うボケじゃない、やりすぎ、ボケ、違うやばいわこれ。じゃあ一番バカそうなこいつやらそう。なんで俺が一番バカそうな、カタカナできる。いやマジ俺書けるよ。成人男性10割できるやつもできないから。できるよ。できるよ。ある意味、適任者ではないかもしれない。まあちょっと、ちょっとまあ、書いてみせよ。あからんまでね。そう、あからんまで。ですよ。いや、結構ね、確かにでも、ちょっとあるかもしれないとは思うよ、でも。嘘、書けるでしょ。え、ないでも、たまにさ。なんか日常でカタカナ書くとき、書くことが出るんだよな。まあでも、まあ、でもそれ、うん、書くことすらないから、うん、覚えてるって思い込んでるでしょ、うん、書かなすぎて多分忘れてるよ、多分。マジ。ああ、なるほど。みんなこうパソコンとかで勝手に出てくるし、携帯でも出てくるから。そうあれかもね。そうそう、だってね、学生の時の僕ね、ノート取りまくり時代でさえカタカナ1個あれってなるぐらいだから。それはまあバカじゃん、普通に。まあそれはまあそうなんだけどな。え、お前早くない、あんの。まあえ、めっちゃ早かったよ、書くの。待ってても、当たり前でしょ。50音で早くない、もう1分ぐらいで書き終わった。これマジもう余裕パターンがマジマジ簡単だ、全部できてたら余裕でしょ。分かりすぎて、余裕のやつ。そんなわけない。答え発表しない、答え発表しない。はい、では答え発表、こんな感じです。じゃじゃん。はいはいはい、じゃあ1個ずつ読んでいくか。はいはいはい、あいうえを書きくきょ、はいはい、さしすせそ、はいはい、たちつてそ、簡単。なにぬねの、はいふえをまみむめも、簡単じゃん。やゆよわおん。はい、あーできたね。じゃあ待って、はい、いや俺も気づきました、このラ行がないです。ほらね、もうこういうのだ。あ、ほら、あ、すげえ、俺も気づかなかった、ラ行がない、ラ行ない。いやラリルではわかんないじゃん。ほんと、5個かけてないじゃん。いやいやいや、成人男性の10割わかることがわかんない。わかるよ。いらないじゃん。いらないじゃん。だって今回の、存在をね、忘れてた。今回のこの企画としては、50音かけない人でしょ。かけない。
ってこれだけで忘れないじゃん。俺は忘れてないじゃん。だからカタカナ全部書けるか書けないかっていうでしょ。お題俺は忘れてたのか。だから忘れてんじゃん。だから忘れてんじゃん。お前は書く。ラリルレロと俺書けるでしょ。大切にしよう。大切にしよう。なるほど。なんで俺は4割の方だ。4割の方だ。バカで、その4割の中でももうごく珍しい方やろ。希少種だお前。でもさ、こう見るとさ、やっぱ書けそうだよ。余裕だよ。書けないことないんじゃない。あー、いやね、ちょっと、ね、それイレギュラーすぎたらちゃんと裏切らない。うわ、マジミスった。じゃあさ、ちょっとさ、うん、まず持ってきたタブを書いてみてよ。なんかお前、怪しさで一番。俺変なボケとかしないよ。あ、いいよ別に。ああ、うん、見してくださいよ。見して。はい、見てこれ。はい。いい。はい、行こうぜ行こうか。はい、行こうぜ行こう。はい、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 はい。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、あ、もうミスだ、見つけた。え、嘘でしょ。俺3つある。え、あ、わーわー、うん、いやもう3つ見せたよ。いや嘘つけよ。え、どれ？ガチ？ねえよ。はい、まず1つ目、まず1つ目、はい、はい、ここ、はい、これまたって字になってます。いやまあそうだけど、ほんとだ。ほんとだ、間違ってるこれ。マジマジ。いや漢字じゃん。漢字だよね、だってこれもうね、うん、漢字だ、はい、漢字。まず、はい、はい、2つ目、2つ目、ロってここ出ないから。いや、ふざけよ。出ない出ない出ない。この辺字の癖。はい、出ません。皇室の先生か、お前。出ません。もう1つ、はい、これ7です。7だね。わじゃありません。はい、これあのサイダーです。サイダー。あ、サイダー。厳しすぎるって。当たり前でしょ。なんでだ。で、タンもここじゃつかなきゃいけないから、ここで横に。じゃあ。か、かはねて、かはねて。火、これ。何この火。これは見せてよ。そんなこと言ったら、てめえのなんて12個あったわ。ない。来たね。じゃあこれ、ちょっとあの、バクラリョウのリョウでしょ、これ。これね。はい、リョウ、これね。幼少のリョウ。いや、もう分かってる。これあれ、工場のコウでしょ。そうだよ、それは同じ。ほぼほぼ同じ。見極めつくか、じゃあ。工場のコウと A。違い言ってみろ、お前じゃあ。分かんねえだろ。あ、これとかだったら荒探ししやがって。これ締めとかの締めでしょ。そう、締め、これ締めです。締めはこうなってくる。平仮名の絵でしょ。それはもう同じだろ。違いを説明しろよ、じゃあ教えてくれ。俺分かんないよ、教えてくれ、そこは。申し訳ないけど。お前ミスめっちゃあるやん。いや、なるほど。説立証です。いや、立証だ。書けませんね。じゃあ俺が言ってるの本当に思い出せない人のパターンだよ。字汚いやつとか含めないから。いや、まあ、それ言ったらお前ちょっと上げ足取りすぎる。いやじゃなきゃ4割って多分無理だと思うよ。え、でも本当にみんな分かるよ。なんかこの分かってるっていう思い込みよ。本当ってなったら意外と書けない。まあ俺は頭いから書けたけど。書けてるわけないじゃん。だってもう俺らに見破られてんだよこれ。だから濁点はもう止め跳ねとか気にするんだったら俺じゃあいいよ、時間だけでもう一回書いてやる。分かる、書けるからさ。そんなに言うんだったら俺はもう適当でいいかなと思って、大体分かってりゃいいねみたいな。おじゃあ書けよ、じゃあ書けよ。書いてやるよ、ちょっと書けよ。めっちゃ綺麗だから書くんかよ。書けよ、書け。腹立つわ、書け。こいつらマジ腹立つわ。ふざけんな。やれやれよ。めっちゃ綺麗に書く。時間ないから早くして、時間ないから早くして。早くしたら書けねえよ。早く綺麗に書いて、早く綺麗に書いてやるよ。それが一番いいんだよ。クソか、ほんとに。あ、もう今の時点で俺も一個見せる。俺も一個見つけた。はぁ、はぁ、嘘だろ。もう見ないでも分かる。え、いつ間違えた。見ないで分かる。俺まだ一行も書いてないんだけど。タモさん見してくださいよ。俺見してやるよ。俺超丁寧で書いたと言っとくけど、ああもうコメント欄タモ字馬だらけで、それしかねえぐらいめっちゃ丁寧で書いてあったから。ほら見ろ、ほら。はい。早いよ。これ、バクラリョウのリョウです。これ、ここ工場の声です。これ、漢字の2です。だからもう、その、変なやつやめろ。1、2、3、だから変と同じ1種類で。これ、火、ちょっと出てるから、これ7だよ、これ7だよ。これ、早い、これ、キモい。これ、へー、ひらがなのへー。それ、絶対言うなって言うなよ。これただノザナノザナ、これあのジェイ、これジェイ、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 はいはい、ロー、ロー、これ同じだから、あっち全部下手にしよう。もうやばいやん、やばくねえ。まあやっぱひどいな、ひどくねえよ、ほんと日本資格。はい、しかもこの根のここ長すぎてまた股に見える。股に、股に、はい、あの、めっちゃあの突き刺
さないように超頑張ってる。いや、正確に言うと、おはちょっとだけはみ出るんで。はい、これ、あの、裏って字だって、裏、裏。裏だこれ、裏だ。あの、浦部さんの裏ね。いいよ、そういうの。はい、10個ミスね。10個ミスね。はい、ザコは手当たんないじゃん、お前。全然じゃねえか。やっぱ、一緒だ、あのね、一緒だ。お前ら審査員だったら、全国にやったらゼロ。